一つはアメリカのワークウェアが、何にせよジーンズの原点で、そこはそのデニム以外にヒッコリーだ、オーバッシュだ、ダンガリーだ、いろんな素材が生まれ、いろんな形が生まれてきたのがアメリカのワークウェアなので、それがすごくデザインとしては大きなベースになっていますね。20年近くいろんな会社の服作りをお手伝いする仕事をしてて、そろそろ自分が行きたいもの、自分が持ちたいものを作ろうかなと思ってスタートしたのがアイアンホームです。デニムのブランドって往々にしてすごくデニムの古いところ原点まで遡って、デニムデニムデニムというふうに追っかけていくブランドが多いんですけども、アイアンハートはそこを掘らないで、もうちょっと幅広くオートバイ乗り、例えば街を歩く人、山に登る人っていう広く捉えて、その中のデニムってどう歩くんだなと思って作ってるブランドなので、そこが違うかなと。